マダムタッソー館マダムタッソー館は、イギリスのロンドンメリルボーンにある、ロー人形館。ロンドンの観光名所の一つ。口述するとおり、世界各地に文館があり、日本においても東京都港区台場のデックス、東京ビーチ内に文館の一つである、マダムタッソー東京がある。1835年、ロー人形彫刻家、マリータッソーが、ロンドンのベーカーストリートに創立し、 1884年にメリレボンロードに移転した。現在はマーリンエンターテイメンツが経営している。ビートルズやチャールズ・チャップリンなど、イギリス出身の有名人をはじめ、歴史上の人物、各国の政治家、エンターテイナーから、スポーツ選手などを成功に再現して展示している。アドルフ・ヒトラー・チャールズ・チャップリン・ジャックス・スパロー・マダム、達走館の展示は、 通常展示と追加料金が必要となる特別展示とに分かれていた。恐怖の部屋として知られる特別室には暗殺直後のマラー、ギロチンの模型、切り落とされたばかりの首など、フランス革命に関連する恐怖のほかロンドンの殺人鬼、罪人の拷問などが展示されていた。2016年に完全閉鎖されたベルリン文館アムステルダム文館。ありがとうございます。